あの女の人、仲間なんだよね。凛子のことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。安心ってとこだな。するな、戻れ。こんなところにありやがった。守りを固めるんだ。森林公園だな。
何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみよう。篠田、こんな時に。足が持たない。気をつけろ。地道にやるしかねえな。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。
終わったか。はい、次行くぞ。死にたくない、お兄ちゃん。マリー、待ってろよ。北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥居があるはずだ。探すぞ。強くなったら新しい技を覚えるんだ。今ならできるはずだ。
あの電話が鳴っているみたいだな。一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか、お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか？ああ、おかしい。一安心ってとこだな。いい感じじゃねえか。
深いな。こういう時だからね。交番かよ、胸くそ悪いな。後ろめたいことでもしたのか。このビルだな。入り口を探すか。インコがいるみたいだな。もう大丈夫だよ。ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。
マジか。あそこから入れそうだ。どこかに凛子がいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前もお前の妹もだ。だから巻き込まれちまったんだよ。これ、凛子さんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。壊れてるのか？開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。なんだ？
あそこに操作盤があるな。ここからでは汚れの中心が破壊できないな。どこかないか。他の部屋も調べてみろ。おかしな壁だな。のところに奥に部屋があったのか。こいつらいつの間に。今のお前なら、シャッターが開いたようだな。金庫は下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。凛子は俺と会う前、
前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。吹っ飛ばされているのは誰だ。何かあるってことだ。むしろ喜べ。無茶言うな。エーテルに適合したからだっていうのは、他の人間には見えないものが見える。いわゆる原始ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば、見てしまうもんなんだよ。例の数が1万人を超えたぞ。けど喜ぶのは早い。まだ全体の 5% にも満たない。引き続き頑張ってくれ。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。
それならそいつをぶっ壊せばいい。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろう。考えればわかる。ああ、その言い方だぜ。死んでも変わらねえな。それはお互い様だ。変化っ。まだ大丈夫、平気よ。油断するな。いや、出やがった。気をつけろ。こいつらを私に近づけないで。されているぞ。待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたら当然だろう。考えればその言い方だ。死んでも変わらねえな。それはお互い様に喧嘩してる場合じゃない。AK、 今はリンクさんを守らなきゃ。バカみたい。気をつけろ。Thank you.
頑張ってるっての。まだ大丈夫、平気よ。油断するな。となぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケケ、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、凛子さん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。KK、凛子さんと何があったんだ。あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ、それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。